お疲れ様です。お疲れ様です。なんかミッチとともに久々だわ。久々だわ。すなんかこの感じ。お前もなんか慣れてないもんね。ああ。ちょっと今挙動不審だったですね。今日はねちょっとね、まあ、はい、とあるあの何くんな、まあ P 入れるわ。N くんにしようかじゃん。はい。N くんっていう子がおって、はい。まあ、これは何だろうこの子は。インディードで僕今募集かけとるんですけど、その求人。うんうんうん、で募集かけてて、うん、そしたらそのインディードから、まあ、僕番号も載してるんですよ、うん、インディードの紹介文とかに、うん、携帯番号、そうっす、うん、でそしたら直接電話がかかってきて、うん、でも最近ちょっと消したんですけど、うん、まあ、営業電話がしつこいんで、ああそうだな、でその時にちょうど電話かかってきて最初の方に、うん、でちょっとインディード見て仕事募集したいんですけどって来て、うん、あそうなんですかって、うん、でじゃあいついつちょっと面接しましょうかって言って、うん、で、まあ、面接したんですよ、うん、で面接した時にその結構いろいろ、まあ、面白いって言ったら失礼になるんですけど、うん、なんかすごいなんか本当に僕らって建設業でなんか社長も YouTube やってるじゃないですか、うん、でなんか本当建設業ですごいなんかブラックなところにいて、うん、超ブラックらしいね、超ブラックなところにいて、じゃあちらっとしか聞いてないんだけど俺は。そうかね、でまあぜひその話を聞きたいって相当やばいよこれ。相当やばいですから、グログロだよ、グログロ、もう何なんだろう、老期レベルですからね。老期じゃないでしょそれ、刑務所レベル。刑務所でももうちょっと給料もらえるぞ。ありがとうございます。月3000円もらえるぞ。出所した頃にはまあまあもらえる。ちょっと詳しいっすね、はい、詳しい、詳しいっすね。なんかそういうとこ行ったことあるの。行ったことはないんですけど、うん、あ、まあ聞いたらしいですね、はい、聞いたらしい、はい、ちなみにですけど、はい、そのな何歳ですか。で大体何歳から何歳で、大体何歳から何歳とか、30からその40の間、幅広すぎだろ。30代後半。あ、そうですね、30代後半だな、それぐらいで、はい、で、何の仕事だったの。もともと何の仕事でしたっけ。その内装、内装ですよね、内装。去年のちょうど今頃はその、まあ、愛知県のとある解体会社で、うんうん、はい、あのその解体会社がブラックすぎる。あ、違います、うん、そこからもう 2会社ぐらい転々として、うんうん、まあ、とある人のところで行ったらもう超ブラック、うん、ああ、そういうことで、その話をちょっと今日いろいろ聞かせてくれる。そうです、うん、ちょっといろいろ聞かせてるじゃん。まあ、あのっていう24歳の、うん、人との出会いは、その僕が一宮で、うん、そのっていうのが、はい、なんだろう、自分の親方になるの。はい、もともとその求人かなんかでいたの。あ、違います、もともと僕が一宮 の、うん、あの派遣の現場で住み込みしてた時に、うん、内装の床の仕事を行ってた時の話でした、うん。あ、そこで出会ったの。出会ったのです。はいはい。でその子がで僕がその4月のゴールデンウィーク前に、うん、たまたまそのっていう人の電話番号を登録してあって電話した流れなんですよ、うん、あ、ちょっとなんか仕事ないですかみたいな感じで。そうですよ、うんうん、でもしあれだったら俺のところに住まさせてあげるで仕事を作ってあげるよっていう、うん、あ、住まさせてあげるって寮かなんかがあるの。違います、その人 その自分の名義で借りてる。あ、自分の家。そうですよ、ね、一緒に住んどる家。そうです、お、一緒に住んどったってことだ。そうです、ね、泊まりしとったわけだ。はい、うん、で、嫁さんのと一緒に。あ、嫁もみた、嫁さんと一緒に寝とったんです。いや、僕は。あ、違います、違います、びっくりしたんですよ。どんなプレイだ。はい、一緒に見てた。で、その人はなんか社名の会社で、うん、なんか、うん、っていう、うん、そこの社長の下で働いてた人。下請けでその、まあ、その、まあ、某社の下請けでその子が働いたわけ。あ、はい、うんうん、で、あっちはあっちのなんかいろんな事情でトラブルがあって、うん、もう俺がそのところで働かんで、うん、あのゲームつながりの知り合い。ゲームつながり。そうです。どういうこと、ゲームつながりって。サンゴシじゃないですか。サンゴシシンセン、それ。わかんないですよ。もうちょっとわからないです。あれ、ゲームで友達になったみたいな、チャットとかしとる。あ、そうですね。あれで繋がった人と。今だったら結構あるですね、そのチャットかなんか機能で。マジ？その恋人に発展したりとか。ああ、そうでしょ。で、深海魚に出会ったりもしますからね。お前に。たまに深海魚に出会ったりでしょ。そうです。で、その時に、そのっていう人が、もう5年前ぐらいからの付き合いのある、うん、あの神奈川に住んでる人との縁があって、うん、そう、ゲームの人。そうです、うん、あで、ゲームの付き合いがあって、はい、で、なんか電気関係の仕事で出張があるっていう話を振ってきて、うんうん、ああ、出張があるで行くかって言って。そうです、で、その自分の
親方っていうか寝泊まりさせてくれてる人が、はい、すぐは仕事なかったのじゃあ近くで、ね、じゃあ現場あるで住むのってどれぐらいの話ですか、ね、2ヶ月ぐらいでした。僕もその聞いて衝撃受けたのが、うん、その面倒見たるでって言って、うん、親方だったらまず仕事させるわけじゃないですか、うん、2ヶ月間ぐらいずっと、まあ、まあ家におらすっていうのは偉いですけど、うん、まあ雨風しのげるようにそう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 で飯も食わしてもらって、はい、でも2ヶ月間ずっと仕事がもなくて、その時点で辞めんかったの。はい、その時点で辞めなかったの。辞めるって言ったら今まで俺がお前のために拾ってあげたのにっていうのが、うん、言われるのが嫌だった。仕事がないよね。でもそうです、あんまそれは言ったことはないんだ。女性って言われるのが嫌だなと思って。そうです、辞めるとは言わなかった。言わなかった。仕事なかったの。何言ったのお前って。もうただ家でぼーっとこれか。あ、それです。はい、三年生だ。あ、まあ、はい。で、でそれ、まあ、出張があるよって声かけられたんだ。あ、出張で、うん、いろんな条件聞いたんですけど、それでも全然なんか飯代は自分持ち、うん、その元系の会社が、うん、っていう会社で、うん、で、寮みたいな感じで、うん、契約してもその寮費までも、うん、その人数分だけ割って払うみたいな。自分の分ってことだね。そうですよ、ね、アパートのマンションに入って。そうです、ね、例えば家賃が5万円だったら5人がやったら1人1万円ずつなみたいな。ガス電気入れたら1万3000円なみたいな。そうです、うん、出張の意味ないじゃんって思って。うんうん、あ、それは自分の給料から引かれるってことですね。です、出張手当もなしで普通の給料で。そうです、給料はいくらもらえるってこと。最初1万2千円ぐらいの話 でそれで仕事ができるようになったら1万5千円って、そんないい話あるわけないだろうって、うん、そんな数ヶ月で値段がいいと思うな。それなんか頑張れば最高で1万5千円まで給料日当が上がるよっていう話聞いて、うんうん、そんな話あるのかなと思って。いや、うん、あるでしょ。1万5千円ぐらいは全然まあでもまあ年と経験ですよね。やっぱりその足元が経験しとったら、はい、まあそれはあると思うんですけど、それだけの経験がやっぱ僕ないもんで、うん、それアンテナの工事とかそういう地形なんだ。はい、もう嫌々です。なんで本当は行きたくなかったです。なんでこれ単価が良すぎるわとか、もう言われるかも、あっちについてった感じ。あ、その人と一緒にいたの。はい、はい、その人と一緒に働いたんだ。いや、働く前に僕そうですね、バックりました。バックりなの。はい、なんで給料が1日300円とか言ってたんですか。それはあの出張行く前の行く前の話です。あ、なんで出張行く前にどういう仕事やってたの。マンション の, その床の NBC との長尺っていう、 NBC の長尺あるね、はい、それの仕事の手伝いってました。で、その前のブラックなところっていうのが、その、うん、たまになんか仕事がポツポツあるらしいんですよ。で、そこを住み込みしろ、親方なんです。そうです、24号のやつでしょ。そうです、親方でしょ。はい、うん、で、ほんとたまにポツポツ、じゃあ午前中仕事とか一日仕事とか言ってて、うん、で、もうお金もないんで日払いでもらうわけじゃないですか、うんうん、だけど、はい、やっぱそのポツポツ仕事行って日払いでくれって言ったら、はい、なんでしたっけ。って人は、うん、あ、ならそう給料出させるように言っとくわって、うん、僕とは約束したのにもかかわらず、うん、それ本当に言ったかどうか知らないんですけど、うん、まあ練習やでっていう流れで、うん、なら帰りの交通費分だけ入って感じです。それ交通費とかいくらの。その時は確か地下鉄からその名鉄佐賀駅までだいたい1000円ぐらいだった記憶があるんです、うん、うん、でその1000円だけもらったってこと。はい、現場出てきてアルバイト行ったのに。そうです。で、日当はくれんかったの。くれんかったです。なんでそれ後払いだってことじゃないの。いや、後払いでも何でもないです。今日はまだお前未熟だもんで、練習っていう練習だもんでっていう。そう、何回アルバイト行った。2回ですね。2回ともそんなもん。はい、で、唯一このオーブの現場で、うん、自動車屋さんの工場の半日仕事はちゃんと5000円と電車代はくれました。そこだけ5000円。はい、何の仕事。現場仕事で。ああ、はい、何やったの。解体の手元ので5000円。はい、水巻きじゃないですか。水巻きでももうちょっともらえるから時給400円とか5000円なんちゃうの。多分です。全然賃金がしてるで、それ何回現場出たのじゃん。5000円、その2ヶ月の間に実際に5000円とその帰りの交通費分しかもらってない。その3ヶ月でしたよね、現場で出ないの。2ヶ月住み込んどって、はい、出張で、まあ、飛んだのは
はい、まあ、そんなのは自分が悪いと思うんだけどそれ両替取られるとかそれ約束して、まあ、自分がいいよって言ったのか、はい、無理やりかどうか知らんけど、まあ、断れんかった自分もあるから、そうですね、どんどんまた違うかなと思うんだけど、はい、その2ヶ月3ヶ月の間に何回仕事があったの？いやもう本当10日も働いたことないです。あ、他にもその3回別であるのか？他に、いやそれ以外でな、ほとんどなかったですね。本当なかったのかあったのか、うち、はい、なかったのかあったのか、ほとんどっていうのはどれぐらい働いたのかなと思って、合計で合計3日、合計で言いますと本当5回あるかないかぐらいです。あと2つ、でその時は給料もらえたの？もらってないですね。いくらもらえたの？その交通費分しかもらってないです。マジ、はい、交通費の給料みたいになってるんですか？練習だね、交通費の給料だみたいな。俺その住んどる時にね、どうやって生活しとったの？その嫁がフィリピン人の女の人で、うん、その嫁が働いた給料で賄ってたみたいです。あ、その男は、男は仕事して稼いでるんじゃないの？一応親方さん、自分は現場で出るんじゃないの？いや、出てなかったです。あ、自分二人とも出てなかったの？はい、で、その男の人も、うん、その親方でしょ、24歳の親方がもう仕事一緒にしてなかったんだ。働かずに、もう毎日携帯で自分の部屋でベッドでゴロゴロ携帯で遊びながら生活して。そうマジ？みんな、僕からしたら嫁を紐にして生活してるスタイルです、うん。あ、マジ？で、彼女は毎日そのフィリパークなんかで働いてる？あ、そうです。錦、はい、があの東新町かなんか行って、あ、はい、あ、で昼間は予約出てるのかな、はい、予約出てるのかな僕がパッて思ったら二人とも食うさんすごいな。なんで、まあ、採用するの？一応どう、そうですね、うん、もう現場入れるところがあったら一応あるのかな、一応、はい、免許もいるよ、そこへだけかけて免許もいる、安高いなそこもうあれですね、原付でバーンって問い明けまで来て安いと合流です。こっちに住むんでしょ？だってそうそうですけど、あの近いんですよ、問い明けが。はい、問い明けまで原付行かせる、原付行かせるか、もう安いと、はい、免許、あ、原付の免許持ってるらしいです。あ、原付免許持ってる、はい、持ってます。原付の免許はゴールド免許です。原付で怪しいところに行って、そうですね、ゴールドして、はい、まあ、やるなら一生懸命やってな。そうです、そうです、まあはい、その言い訳はしてもしょうがないか、はい、結局転々としてきてんやろ、すると、はい、それはいかんのか。まずもう僕自身もそうですし、友達も言ってるんですけど、まずは何でもやってみようって、うん、そうですね。で、まあそこで逃げて転々としてきていけるもん で、うん、でこれからどうしていくかって、そうです、自分なりに、それは自分なりだよな。これが建設業の深い闇ですよ。闇すぎるですね、もう一回ちょっと、もうだって妊婦らしいみたいな感じだよな、そういうのも末端にいっぱいあるよな、もうそのダム行ったりとか、ああいう、なんかもう、コロナじゃない、ああ、除染作業、除染作業とか、ああいうところ、もう末端だよな、末端で、それで7時とか8時とか9時だよな、もうそれぐらいレベルですよね。で、それでももう、どんどんやっぱもう、上が抜いて入ってくるのがもう、10時とか9時とかぐらいのレベルだから、もう人がおらんね。だけど、まあ、こうやって喋っとってもらえば、そういうところのやつはそういうのにな、転々としてるやつばっかりだな。やっぱちゃんと勤めてきちっとした会社にやってるやつって、そんなやついないもんね。はい、そうですね。そんな今建設業なんか社会保険とかないと入れないからね、大きいところは。はい、だってまあこれだけはまあ全てじゃないけど、はい、まあまあクソ親方だな。親方って他に若い人使っとったの？そいつは。いや、いなかったですね。ああ、第1号なんだ。あ、いや、前なんか18の子とかやっぱり多分似たような感じだったんじゃないかなって僕も予想してます。自分が仕事してねえのか。そうです、そうです、そこ一番ですね。その2人自分が仕事したからね。その2人も結局俺を裏切って飛び上がったって聞いたもんね。裏切ってやと、お前が裏切ったのって。そうですね、そう思い出きました。はい、そうです。はい、はい、すごいな。すごいね、はい、まあ、久々にミッチが出たけど、まあ、仕事はどうなんですか？はい、半年ですよ。お前突っ込んできたも半年ですけど。半年何人従業員抱えたんですか？半年で2人のうち1人辞めて、今1人ですね。僕と2人ですね。1歩進んで2歩下がっとるやねんか。1歩進んで3歩ぐらい下がっとるし、もう。ああ、従業員だけじゃなくてね、やっぱ仕事も確保して。結構仕事は見積もりだって、なんか2回途中も振ってるらしいじゃん。仕事は振ってますね。ちょこちょこ振ってるらしい。まあ、大事だしな。はい、まあ、そんな感じです。はい、皆さんまたね、ミッチの活躍を楽しみながら、はい、ぜひまたこうやって建設業の闇に迫っていきたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。お願いします。あと1個、マッチングサイトが出来上がって、はい、まだ一般の人に公開してないんですけど、
本登録みたいなの変わってるんで、まだね、300社ぐらいは今、あの本登録変えてくれてるんですけど、メール今飛ばしてるはずなんで、あの本登録の方に切り替えて、あの登録お願いします。それでもう1ヶ月、2ヶ月後には、もう一般の方への公開が始まると、見積もりとか出ると思うんで、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。また見てね。見てね。